そう私はあの聞いた話によるとあのこれも言っていいのかわかんないんですけどちょっとダメだったら切ってくださいいやオーディションをあのまあ稲荷で大澤ちゃんが受けた時にですねなんか話によるとこけて入ってきたらしいんですよはいどじっ子かっていうはいそれ聞いた時にもうあ 稲荷は決まっったなって <laughs> いやもうなんかいつも失敗が多い大空ですけどそういうところもね見ていただけたんですかねどうなんですかね <laughs> まあどう,どうなのかは私もわからないんですけどそれ聞いた時に大爆笑してお恥ずかしいでもなんか大空ちゃんらしいなと思ったりして <laughs> お恥ずかわいそう可愛らしいいやほんとそんなかわいらしいし頑張り屋さんだしあまあまあでございますそうそうそうね。